アレクサンドル・エフゲニエビチ・パブレンコは、ロシアのサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。FC ウラルスベルドロフスクオブラスト所属。ソビエト連邦の構成国の一つである、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国のドニプロペトローシク、州、オルジョニキーゼに生まれる。14歳の時、ディナモモスクワのアカデミーでキャリアをスタートさせ、 スイスの FC ローザンヌスポルトの下部組織に在籍したこともあった。2001年16歳でスパルタクモスクワのトップチームに昇格し、いきなりレギュラーを勝ち取る。UEFA チャンピオンズリーグの出場も経験している。しかし2005年頃から怪我の影響で出場機会が激減し始め2007年には当時一部の新肉やロスラブリにレンタルに出されてしまう。 レンタル先の新肉をプレミアの昇格に貢献し、パブレンコ自身も最優秀選手に選出され、2008年からスパルタクに復帰することになった。復帰後もイゴールキトフの控えとして活躍し、ロシア代表のフースヒリンク監督に認められ、ユーロ2008の代表候補に選出された。その後は伸び悩み、FC。 ロストフを経て、2011年から長年所属していた、スパルタクモスクワを離れ、FC テレクグロズヌイへ完全移籍をしている。ありがとうございます。